広島市中区の上町小学校の卒業式には81人の卒業生全員がマスクを外して元気な顔を見せて入場しました。コロナ禍の間、在校生の出席はありませんでしたが、今年は4年ぶりに5年生も出席。藤川照彦校長が、夢を実現するため待ち受ける困難に負けず学び続けてくださいと励ましの言葉を送りました。嬉しかったです。3年間ずっとマスク生活で不便なこともあったで、その大切な節目の時にマスク外せたりしてよかったなと思いました。それぞれの人の表情が分かって、僕的にはいい卒業式になったかなと思います。表情がよく見えて、可愛い顔が見えて、最後に、よかったですね。学校現場では4月からマスクをつけなくても良いとする国の新たな方針が決まっています。感染状況を見ながら、それぞれの学校ごとにマスクをつけたり外したりの細かい判断をしていくことになります。制限されていたことが緩和されるということなので、大変嬉しいことだと思います。一番大事なのはやはり子どもたちの健康安全ですから、そこはもう大原則、一番大事にしながら。中学校ではマスクどうします？親だったら、クラスのみんなに自分の顔を知れるように外した方がいいよって。一応つけといた方がいいかなっていう気持ちもあるんで、また流行ったりした時にかからないようにしたいからです。まだまだやっぱり全て安心っていうわけではないので、上手にマスクを使い分けていけたらいいのかなというふうに思います。ありがとうございました。中学校でもね、頑張るよ。やりたいじゃん、やりたいな。ありがとうございました。